おはようみんなえっとたった今家を出たところですえっとずっとうてんをていったから少し背筋を伸ばしたい私の肩痛い今からえっと五十分後にえっと家を出ます 今まで仕事を一筋の人生だったがこれからこれからはいろいろなことを楽しみたいです。私の夢はえっと日本語がペラペラになりたいです。えっと日本語がもっとうまく話せるように。 なりたいで,すでも自分は日本語の筋がいいからすぐ取得できますね。日本語が、えっと、うまくするかどうかはどれだけ楽しんで勉強するかよります。うまくいくように言ってくださいね。 じゃあね。ありがとうございます。